皆さんこんにちは。 JLPGA 競技員の中崎です。今日も正しくルールを学びましょう。今日はパッティンググリーン上での球の拾い上げについてです。プレイヤー A の球はパッティンググリーン上に止まりました。 A がその球を拾い上げる前に別のプレイヤー B がパッとしました。 A は B の動いている球が自分の球に当たりそうだと思ったので、急いで自分の球にマークをして拾い上げました。プレイヤー A に罰はありますか？ A 無罰、 B 一罰だ、 C 一般の罰。正解は A の無罰です。規則 11.3 に基づき、動いている球に影響を及ぼすために故意にもの、例えばルースインペディメントや動かせる障害物を動かしたり、物理的な状態を変えることはできません。しかし、例外としてパッティンググリーン上に止まっている球、取り除いた旗竿、プレイヤーたちの用具は、動いている球に影響を及ぼす可能性があっても、それを拾い上げたり動かすことができます。球がパッティンググリーン上に乗ったら、他のプレイヤーのためにもできるだけ早くマークをして拾い上げましょう。